軽トラで射撃。これからクレー射撃をやってみたい方は必見です。それでは道具の紹介。射撃専用銃はベレッタなどイタリア製が多いですが、これはメイドインジャパン。しかしケースはベレッタです。たまたまあったので使っております。このように分解されていますので組み立てます。オリンピックなど本格的に上を目指す方は専用銃を買いましょう。この銃もネットショッピングで手に入れました。値段は安かったです。新品で買えば90万のところ10万円台のお得なお値段でした。この彫刻のものです。最新版はこちら。基本的なところはほとんど変わりません。性能も変わりません。そして 7.5 号の3弾を使います。通称7班。この弾は安めの一発45円。パイロット版なのでこの辺はさらっと流して実際撃ってみましょう。15メーター先の地下からクレーが飛び出します。ストレートのクレーが出ました。思い切りよく撃ちます。ストレートはヘッドアップしますのでがっちり重傷につけましょう。トラップ競技は1枚のクレーに対し2発まで撃てます。1発外してももう1発撃てます。当たればこれでよし。普通銃を撃つという行為に慣れていませんので難しい部分も多くあります。初めのうちはアドバイスをもらって練習するのが上達の早道です。というような感じで進めたいと思います。それでは射撃場でお会いしましょう。